おはようございます、速化塾の久保です今日も相場解説していきます6月15日朝5時の相場解説デイリーを見ていますけどもご覧のようにヒゲが出ていてねちょっと不安定ではありますけども上昇トレンドは継続中なのがこのデイリーですまあこれを見ればね倍、えー、の方に入れておけばまあ間違いないだろうってことがわかると思いますしかし4時間、1時間の方を見ていくと いささかちょっと考え変えなければいけないところありますよね。で、これが4時間なんですけども、緩やかにこうね、上昇トレンド、基調ではありますし、そして、直近ではこう、かなり上がってるところなんですよ。うん。まあ、ですんで、ここも右肩上がりで、倍ならまあ、負けはないだろうっていうところなんですよ。まあ、そうなるとね、どこでエントリーポイント取っていけばいいんですかってことになります。えー、現在、6月15日の朝5時ですけども、ちょっと時間を巻き戻してみますね。 で、これがですね、6月15日の朝2時、深夜2時ですね。だから今から3時間前なんですけども、警戒中って書いてるでしょこれ何を警戒するかっていうと、この丸の中見てください。上昇トレンドの中でも、こちらのげ先ですよね。ここを抜けたらね、倍でエントリーしてもいいかなと思ってるっていうのは、あ以前も申し上げましたし、多分もうお気づきの方もいると思います。まさにね、えー、値段にして135円の180。これを超えたら、 もういいでしょうとエントリーしてもっていうところに来るわけなんですよただすぐにエントリーするわけではなくって次の切り板135円の320あたりで倍でエントリーすればまあ、バランスがいいんじゃないかなと思ってますよねもちろん早くエントリーすればするほどいいんですけどもただやっぱりね瞬間的な抜けってのもありますんでヒゲを出してまた戻ってくるでもいけないんでね慎重にエントリーするためにはまあ、切り板一つ開けるのがいいんじゃないかなと思います切り板っていうのはね切りのいい番号のことですね 主にはこの方眼紙があるでしょ方眼紙の横の数字のことを切り番っていうふうに言うと考えておいていただきたいと思いますじゃあ次です2時の次は何時でしょうかあちなみに先ほどの1時間足ですでこれも1時間足なんですけども2時間後どうなっていくかっていうとそう切り番の180に向かって陽線がぐーっと伸びてますよね、うん、で、えー、切り番でエントリーしたいなっていうところに向かっているっていうふうに考えてください ね、じゃあエントリーするんでしょうかってとこですけどもそこで1分を見るわけですよ1分を見るとね先ほどの上昇の中に窓ができているところが確認できますこの窓についてはまた別の講義とかで解説しますけどもたまに出るんですよねこの場合は上昇の勢いが良すぎてもうね1分の切り替わりでもう追いつけないんですよでちょっと離れちゃう窓ができる状態になるわけですよね通常はこういうふうにちょっと線で書いて分かりにくいと思いますけども 終値と始まり値があの1分間隔でも繋がってるはずなんですけども1分の切り替わり目にも価格が動いているそのぐらい急速に動いているってことなんでまあ1分で巨額な資金が入るってことはないですけども。 なんですかねこれねスキャルピングでもしてる方がたまたま集中したんですかね <laughs> うん珍しいケースだと思います1分足で窓が出るっていうのはどんな理由なのかいまいち測りかねるところがあるんですよまあそのぐらい1分っていうのはあんまりトレードするね時間帯ではないんですよもうほとんどギャンブルなんで1分になってくるとランダムウォークが激しいんでねえークワバラクワバラっていうところが1分5分15分30分あたりなんですよねはいそれではね時間を戻しますえっ、ー、とただいま 朝5時の1時間足ですけども、えー、見事にね、えー、抜けて、エントリーをするところに来ました。どこかというとお、ここですね。ここです。あの、この図では切り板になってませんけども、当時切り板だったんですよ。330だったと思います。135円の330。135円の330で、エントリーしてるんですよね、これ。で、エントリーして、 しばらくは利益が出ていたんですけども、なんかね、逆に動いてきちゃいました。で、そこでロスカットラインの引き方が今のところうまくいって、カツカツロスカットかかってないんですよ。で、このロスカットラインの引き方ですけども、あの、この、相場解説の後に講義をつけておきますので、えー、FX オリガルヒの方はそちらの講義を見てください。 えすみません FX のオリガルヒに参加してない方は講義は見れませんのでこのまま相場解説だけで終わっちゃいます簡単に言いましょうかこのヒゲ先ねエントリーを決めるときに重要だったヒゲ先と実体ここがヒントになってますそのちょうど真ん中ぐらいでこれがねロスカットラインが引けてるでしょっていうことですねはいというところでねエントリーするところが135円の330ですでにエントリーしてるところですけども現在含み損がね出てますねでもこれもしょうがないんですよ 私がエントリーしたら常に勝つとかね、常に含み液が出てるってことじはないですからね。で、ロスカットラインにかかってない以上、えー、このまんま生還して、えっ、ー、と、今、リアルタイムチャートこれですけどもね、これ1時間ですけども、大きなヒゲを出して、陽性になりましたけども、ロスカットラインの引き方が上手だと、ロスカットにかかってないってことです、えー。ちなみに私の場合、ロスカットラインはこういうふうにグーッと引き下げて、この辺に当てます。<laughs> なんでかっていうと、これは講義の中でお話しますんで、 オリガルヒの方はそちらの方もご覧ください通常は皆さんはねこちらの方なんで、えー、おすすめするのは今のところロスカットかかってないんですけどもロスカットを食らったらあ、許容できる負けの範囲で終わったなと思ってくださいで私の方はここまでロスカットラインがついてますのでだいたいそうですねあのー、30ピップスぐらい離れても大丈夫なようにしてますこれね資金量とかの環境もあるんでねで私とそれからご覧の皆様では全然この資金量もロットも違うんで単純には比較できませんからね その辺も講義の方でお話しておきます。はいということで今日の相場解説は以上でございます。えー、まあ右肩上がりで来ていてでここもね右肩上がりでしょ。でギューと垂直に近い形になったでしょ。これでセルかけるっていうのはちょっとね判断としてはないですからね。でここまで勢いがあったらロスカットを結果的に食らおうともね,ねバイでエントリーするのは上等です。これでもしバイでエントリーできなかったら もうバイディエントリーするタイミングってのは本当にねどこが基準になってるんですかってことですで今回のお話でも1分をねちょっとお見せしたり窓を見せたりとかエントリーの根拠とかお話ししましたロスカットの根拠もお話しし,ましたでこういうのが積み重なってしかも1日足4時間足が上昇に向かってるよねってことでバイデエントリーっていう条件が揃うわけですよねでしかも今円安オンパレード真った中ですよただ一言言えるのはちょっとね横ばい風味なんですよ 横ばい風味の右肩上がりなんで別に焦ってエントリーしなくてもいい時期であるんですよ昨日と同じようにねブレイクしてるわけじゃないんでだから今日はあまりエントリーはお勧めしませんまだ様子を見てる段階だと思ってください私の場合はね、えー、ちょっと今日講義作るためにエントリーしてみましたけども通常今日みたいな状態ではこんなことではエントリーしませんはいじゃ以上ですね、えー、まとめて終わりでございますそれではこの後講義ご覧になれる方はご,ご覧ください